STU48 のもっと STU。 イエーイ。はい、あなたの心に花を咲かせます。清らかな花が一輪二輪さやかりん。ありがとうございます。福岡県出身19歳さやかりんこと原田さやかです。お願いします。お願いします。はい、コッコッコー、はい、コケコッコー、ありがとうございます。佐賀県出身田中高子です。よろしくお願いします。はい、今回はイオンモール岡山にある晴れ町 TV のスタジオではなく広島からお届けしています。公式ホームページの応募フォームに寄せられたリクエストに答えていく番組です。はい、はい、この配信はイオンモール岡山の公式ホームページ晴れ町 TV からウェブ配信もされるので世界配信されます。いいよ、いいよ。はい、はい、じゃあ早速、うん、早速ですが答えていきます。お願いします。申しは初めてかな。初めてです。初めてか。でも緊張するよね。正しい、うん、いやでもキュンと、自分も多分最初そんな感じだったかも。今も全然うまいわけじゃないけど、うん、すごい上手な、うん、ちょっと先輩ぶっとるかもしれない。じゃあ答えていきますか。はい、はい、じゃあ何番にしますか。34番。34番。昨日の夕食を教えてください。はい、さくらさん、はい、からです。何ですか。昨日の夕食は、昨日の夕食、母さん、あ、母さんからじゃん。昨日の夕食は、あ、最近節約をしてて、もやしをいっぱい買って食べるようにしてるので、もやしの卵とじを作りました。なんかメンバー絶対もやし生活に入る人一人はいるよね。そうなんですか。なんか一期生の子ももやし生活を始める子がめっちゃいた。なんか今わかんないけど、こう沖優香とか多分よくやってたんじゃないかなって思う。なんか食費にお金かけるのもったいないかなって思うようになって、ね、最近はもやしを食べるようにしてます。え、美味しい、美味しい、美味しいです。なんかいろいろ、でも炒めるぐらいしかあんまりまだレパートリーがないから、これから増やしていこうかなって思います。もやし生活を自分の方に何食べましたか。え、昨日も夕食でしょ。はい、は餃子。餃子を食べました。しかも20個ぐらい。なんかね、なんか最近までちょっと食事制限しようと思ってやってたの、はい、で、なんかあんまり脂っこいのは控えとったけど、はい、もう生誕祭までは控えようと思ってやって、でも終わったから何でもいいやと思ってもう子供を食べたって感じ。でも、どうやって体型キープ、うわ、いけた。え、気をつけてることを知りたいです。え、でも自分バナナスムージーとかもちょっと朝とかですか。朝にバナナスムージーでプロテイン入れてもらってたり、すごい。そう、なんかお水は頑張ってますし。なるほど。でも結局さ、休みの日とか自分昼まで寝てるから一日2食とか、時間が結局昼過ぎに食べちゃうからさ、夜のお腹に寝ないじゃん。じゃあその寝ること寝ることがいい。寝ることがダイエットの近道。じゃあ帰ります。はい、でもしっかり食べた方がね、健康的にはいいから、ちゃんと多分食べた方がいい。しかも夏バテしちゃうし、今暑いもんね。暑いですよね。もやし、じゃあレパートリー増やしたら教えてね。はい。次は29番。29番。あ、休みの日の過ごし方を教えて、みずみんさんです。はい、休みの日は、本当に、おかしいぐらい寝るときは寝ます。そんなに寝る？
寝ようと思ったら今まで過去で一番寝たのは寝た時間は20時間ぐらい寝ました。待って嘘20時間って超無駄にしてない一日多分学生高校生の時の夏休みとかと思うんですけど20時間ぐらい本当にもうずっと見てて親からもう死んだかと思ったって言って起こされそうよね、起きてこんかったらそう思うよね。はい、20時間は初めて聞いたかも。あと4時間まるまる日付がね、うん、そうびっくりしました。自分でも一回も起きなかった。一回起きた、一回は起きたけどそのまま寝続けました。その前日は何かしとったりとか、はい、何でした、何だったかな、あまり覚えてないんですけど。10時間寝れることあるんだね。だって寝すぎてもさ気持ち悪くなる時とかあるじゃん。頭痛くなりますよね、うん、どう過ごされてますか休みの日。はい、休みの日は寝てることは多い。昼まではとりあえず寝て、はい、でも20時間は寝ない20時間は寝ない。過去にそれ寝たっていうだけでそんなには、はい、最近は寝てないですでも休みの日のさ前の日、はい、次の日休みだと思ったら、はい、夜更かしするんや。あ、しちゃいます。なんか動画見たりしちゃいます。ゲームみたいな。もう3時そう3時4時とかね、普通に朝なっちゃってるから大変と思って。でも結局寝るからさ昼過ぎに起きるじゃん。目覚まし時計をかけずに寝るのが幸せだよね。幸せですよね。でも気づいてさ昼なったら後悔するよね。あ、無駄にしたなって、はい、まあ、でもその寝るのがね幸せですね。幸せです、はい、休みの日は寝ます。寝ますやっぱ寝るよねみんな。何かさ、こうおしゃれなこともできるわけじゃないしね。でも言うようなことはしてないですよね。本当に普通の生活してるよね。そう、生活しております。じゃあ続いていきましょうか。続いては16番。今一番ハマっていることは。けいこさん。はい、けいこさんです。ありがとうございます。今一番ハマっていることは、暑いので、うん、もう何でも凍らせて食べることにハマってます。何でも何でも。ヨーグルトは買ってきたらまず冷凍庫に入れて凍らせるし、豆乳も凍らせるし、まあ、最近は豆腐を凍らせて。え豆腐アイスみたいな。食べたんですよ。アイスみたいになるかなって思って。美味しいの。あ、でもちょっと微妙でした、うん、え、硬くなる。本当に固まる。シャリシャリになりましたえ、でも、でも悪くはなかったから悪くて、じゃあおすすめするかしないかだったらどっち。おすすめはあんまりしないですおすすめはしないんだね。はい、豆腐ちょっと変わってるんだね、さやかちゃん。あ、でも果物とか凍らせて食べるのはおすすめです。それは美味しいです。それは美味しい、はい、でもヨーグルトは確かに凍らかすからめっちゃ美味しい。美味しいですよね。それはわかる。もうハマっていつも食べてます。ハマってることありますか。ハマってること、食べ物とかだったら、はい、プロテインのやつで、そのバナナスムージーにプロテイン入れて飲むって、なんかおしゃれなことをしたくて、すごいおしゃれハマってるけど、なんか物とかだったらゲームかな。ゲーム、ゲーム、何のゲームですか。フォートナイトゲーム。ああ、ずっとフーとミチとやってる。え、フォートナイトってシャレですか。ヒッテ、そうそうそう、結構喋れるんよ、はい、通話とかの喋りながらわちゃわちゃできるから背中になっちゃう。どういう気持ちで言ってるんですか。もう無駄だよね。でもとりあえず何キルしなきゃみたいな。ステージ発散に何をなってんのかな。なんか多分上手いとか下手とか関係なくて、はい、もう叫びながらやるのがすごい楽しいなと思う。
なるほど、うん、ギャーギャー言ってそうなんです、やってみたいです、うん、多分そういう方はあんまり笑わかなさそうだけどちょっとそう冷静に育成ゲームとかしてはい、はい、次いきます、次は、うん、33番、はい、やってみたいお仕事はありますか、ケヤキノコさんです、ありがとうございます、やってみたいお仕事を、これ言っとかなきゃ、今回初めて MV の撮影で、うん、演技とまではいかないですけど、ちょっと、うん、ちょっとした感じの、ね、ちょっとした感じの演じるみたいな感じをして、楽しかったから、うん、演技のお仕事とかしてみたいなって思います、うんうん、はい、気づかされるのにありがたいよね、はい、なんか普段さ、だって言ってたわ、あんまり何やりたいとかも出てこないもんね、はい、いろいろありがたいです、うん、演技難しいよねでもどうなんでしょう、だって今回のやつとかってさ、なんか表情とかで見せなきゃいけなかったじゃん、はい、なんだろう、歩くシーンだったり、別にセリフがあるとかじゃなかったからさ、はい、声は入らないから、そうね、こう雰囲気、はい、なんかこういう感じだったから、それは難しかったなって、演技ってなったらセリフもだから、うん、大変ですよね、うん、でもやってみたいなとは思います、やってみたいのでちゃんとアピールして、でもね、頑張り、はい、所存ですのでよろしくお願いします。すごい硬くなった。さお仕事は、はい、うん、なんか、なんだろう、お仕事っていうか、なんかファッションのお仕事はずっとやりたいって言ったけど、はい、まあ、でも自分は演技もしてみたいなって思ったし、演技本当にしたい。なんか こういう世界に入ってからは絶対一回演技したいってずっと思ったから、はい、どこかでタイミングがあればいいかなと思う、ちょっと友達と話す時とかもなりきって話す練習とかしてるの、その違う人物になりきってえ、友達びっくりしませんか、びっくりするよ、え、どうしたみたいな、でもそれは言わなくて喋るじゃないか、はい、ちょっとなりき違う自分になりきって、はい、大丈夫って心配されるね私もちょっと今度やって、うん、練習したいですやってみます、でもやってみたいっていうか、はい、自分ドッキリにかけられたいんよね、かけられたいものですか、うん、どういうドッキリですかでもなんかスタッフさんから怒られるとかはちょっと怖いから、あ、はい、だけどちょっとしたドッキリはすごいかけられたいけど、かけられるならガチガチ、心霊のドッキリとか無理お化けだけ嫌いだから無理、お化けは無理、かけられたいドッキリ、うん、でも普通、でも落とし穴とかだったら、それは嫌それは嫌、それは嫌だ、頑張って今探したのにかけられたいドッキリをでもドッキリはされたいけど、でも結構怖いのに先生がドッキリでしたドッキリはされたいな、かけるんじゃなくてやられたいな、はい、なんか思いますね、いろいろ仕事頑張りましょう、頑張りたいです、はい、じゃあ時間に終わったというので、はい、じゃあそろそろお時間となりましたので、はい、告知、うん、はい、ニュースシングルの思い出せる恋をしようが発売されますが、はい、皆さん聞いてくださいましたか、ありがとうございます、ミュージックビデオも1期生、ね、同三生さんの MV と研究生の MV2 種類があるのでぜひ見ていただきたいですね、比べてこういろいろ思ってくれたら嬉しいなと思います、次回の収録にどんなメンバーがやってくるかは当日まで分かりません番組に関する
ことはイオンモール岡山のホームページにある STU ホームページのもっと STU の公式ホームページをチェックしてください。番組にもどんどんリクエストをお寄せください。公式ホームページのホームフォームからリクエストできます。放送は毎週土曜日夜7時からで、再放送は日曜日から木曜日までの毎日夜7時からです。はい、それではエンディング、思い出せる恋をしようを聞きながらお別れです。せーのバイバーイ、お疲れ。